これまでのリベレーションズ2はニールからのメッセージだわ。ようこそキールリングへ。もう最悪！何の話だ。俺は知らんぞ。気持ちの整理をつけてただけ。これが俺のやり方だ。器は満たされた。お前が殺したのか。パパ、ごめんなさい。俺は必ずモイラの敵を倒せる。お前を許さない。美しい器。半年間の眠りを経て、あなたは私になる。そして世界は真の恐怖に染まる。その時までおやすみなさい、安らかに。誕生の前のためらい。私の生は誕生の前のためらいだ。この先に全ての元凶が。何なのここ。考えるのは後よ。オーバーシアを探しましょう。水の流れが変わったわ。これどこかな。行ったことないよね。この映像の場所、見覚えがあるところばかり。ここで私たちの監視をしていたのね。
この書類は？オーバーシア、何をしようとしているの？これで進めるわ。急ぎましょう。オーバーシア、支配の根幹をなすもの、それは恐怖。恐怖を乗り越えた者こそが世界を治める資格を持つ。あんたのイカれた公爵はもううんざり。実験は成功した。あとは目覚めの日を待つだけ。審判が下るその日を。あなた何を言ってるの？グレーゴル・ザムザ、彼は妹に捨てられ死へと導かれた。私は違う。兄と運命を共にする。我々の救いは。何をする気よ！死である。死を選ぶなんて。緊急事態発生、緊急事態発生。データ抹消のため緊急プログラムを起動しました。これより施設最上部の爆破シーケンスを開始します。やばいよ、早く出なきゃ。聞きたいことが山ほどあったのに。仕方ないわね。エレベーターに戻るわよ、急いで。あいつの道連れなんて絶対に嫌。下にも通路があるわ。他のルートを探しましょう。
お願い。気をつけて。注意して。